いつもご視聴ありがとうございます。ティーチングプロの藤井誠です。私は今神奈川県の相模原市にあるボールパークという練習場の2階におります。2階の端っこにこういったボールパーク、かっこいいロゴでね、はい。でまあこんな風に夜広々とした練習場でボールを打つんですけど、やっぱりこのボールを打つときに、闇雲に打つ、まあ、それもいいのかもしれませんが、たまにこんなことやるといいと思うんですよね。はい。どんなことかというと、1回のスイングって結構早いですから、やるべきことをよし意識してやったぞ、ただそれが本当にできたかどうかってスローモーションで見たりすると、変わってないじゃんって結構あるんですよね。まあ、やるべきことは多々あれど、一つはトップから左の骨盤から引いて左肩甲骨から腕が降りてくるという、こういうその原理原則というかシステムですよね。それが分かっている、当たり前じゃん、そんな知ってますよって。だけどあれ右が速いじゃんとかね、これ確実にしたいじゃないですか。はい。だから分かりづらいんですよ、これって。トップのここからあれ左で引っ張ったんだか右手が出たんだかってなかなか分かんないですね。目の前で起こる現象じゃないんでね、やっぱこの辺で起こってるというか、顔の頭の裏側でこうどっちなんですかっていう世界だから、では見てやりましょう。これ見るっていうのもなんかね現実的じゃないんで、だったら例えばですね、トップで止めちゃいます。止めてここから落ち着いて左で引っ張る。だからいつも自分が欲しがっていた距離を、同じ距離を欲しがるとちょっと力入りすぎてしまって、この練習が悪い練習にこうなってしまう可能性あるので、いつも打ってた距離の 40% とかね、半分ぐらい飛べばいいかなと、まあ結果的にはそのぐらいでよしとしましょうと。止めます。本当止まっちゃったよ。とにかく左で引っ張る。あ、確認をするわけです。確認をね、止めるから一呼吸を置いて落ち着いて、まあこういうことか、左ね、ああやるじゃん。でこれは良くないね。そのこうやっていって右手で打とうとしてるとこうなる。止めて右手で打とうとすると、右手で上げて、右手で上げて右手が動ける心地よいポジションを自分で作り直してから、わざわざトップの形を変な形にしてダウンに入るということがあるわけね。これはね良くないです。はい。これは良くないので、まあ良くないことをやったらいいことができるようにやればいいわけだから、右手は落ち着いて置いといて左で引っ張る。まあ、こんな練習はぜひ積んでもらいたいなと。はい。止めて右手は、腕はおとなしくしておいて左で引っ張ってということですね。やってみてください。練習場だからさ、いろんなことができるじゃないですか。いつまでも研究、楽しいゴルフを続けるために日々研究してます。それでは。